飯を食え。やばかった。よし、まあこれでみんな残していっても大丈夫かな。みんな頼むぞ。どうしようかな。アルスフィアはインゴットがもないのか。こっちでいっか。こっちちょっと10ぐらい作っとってもらって、よっしゃ。でね、ちょっと範囲を広げていこうかなと。ちょっと乗り込んでみようかなと。そろそろここさすがにいけんじゃないかって思ってる。メンツも。その前にクルリスに持たせれるなら、インゴットが足りない。いや待て、サブマシンガンも渡しときたいよな。ちょっと見てみたいという部分もある。できてんじゃないか。しゃ、これ頼むわ。サブマシンガン作っとこう。サブマシンガン、よし。頑張れ。かわいい。めちゃくちゃ顔かわいいな。おしゃ、サブマシンガン。行くか。みんな旅立つぞ。じゃ、ホークウィンの代わりに人を連れていくか。コモップ。グレネダーいいかもな。誰か連れていこうかな。まあ、いっか、レベタケシ。違う。ここに行って、目指す。ついに。ライド。オン、行くぞ。ジャンプ。我々もついに戦いの時が来た。いけるか。いけなかったら全てを奪われることになる。まあ俺も猫やってるんで、動物の気持ちは、いや動物じゃない、パル。動物っつうとややこしくなる。気持ちは分かってるつもりだ。タマコッコは癒されるな。さて、このまま北へ向かう。状況によっては撤退も視野に入れていきたいと思う。できれば、スフィアねえか。できれば、ここからは徒歩で、探検隊としては徒歩で行こうと思う。できればね、できれば、喧嘩っ早さで、ちょっとせっかくなんで、
クルリスぶっ放すなら、やっぱギャングといえばサブマシンガンって感じがするからな。そこはやっぱり、まあ、もう、ああ、なるほど。あ、ここ、一応その、ファストトラベル的には、あ、洞窟あるやん。いいんだ。ここ行けるんだ。13、いいレベル、行きたい。でも、今はその時ではない。よし、ちょっとレベルだけ確認して、やばそうだったら撤退。うわ、なんだあの建物。あ、もうみんな今更って感じだろう。やめろやめろ、喧嘩売りに行っちゃダメだって。おお、あ、これはあれか、ダンジョンの中に入る系か。俺これステッカーボス戦に参加する。いやー、どうしよう、いけるかな。ムービーあるんだ。マジか、ムービーあるんだ。あ、来た。これあれだな、あのムービー見たやつだな、この PV のやつ。雷系ってことは、やべえ、これこいつか。フリーザーボルト、ゾエ。あ、でも大丈夫そうだな。戻れ。やべ、強いんじゃないか。ヘッションあるんかな。戻れ。やばいやばい、どっちどっち、いけそう。わあ、ちょっと待て、ちょ、頑張れ。さす無理。10レベルなんだ。ヘッショとかあるんかな。いや、スタミナいるよな、こう考えたら。やばい。
ウォーフォークイン。うわっ、じゃあ危ない、ちょっと待って、どうなん、シャレになってね、無理か。エレパンダか、やっぱ無理か。おっしゃー、あー危ない、あーなんとか、まあまあまあ、まあ、5ポイントもらえるな、古代。なるほど、もっと早く来てよかったんだね。し、死んでる。武士解放、解放や、解放や。腹が減った、ちょっとご褒美に綿あめ食う。少なです、塗り少な、みんなよく頑張った、みんなよくやった、よし。これ死んだら最悪だな。密猟団か、ルーキーか。この辺を終わらすっていい度胸じゃねえか。ボルトラー行くぞ、俺たちの手で助けに行こう。なんだと、お、捕らえられている。ん、どこだ、ガンナー。まあいいや、先に解放するか。変わったやつがいるな。よし、逃げるんだ。いいね。ちょ、あ、なんか死んでる、死んでる。ブルフェルト。なんかあれだよな。こうちょっと進むだけでだいぶ状況が変わってくるのは。ガンナー手に入れたいね。となれば、ただ暗すぎる。いるのかそこに。ダメージ与えられているようだな。さほい、必ず捕らえるぜ。捕らえるべし。代わりと言っちゃな、何？来るんだ、一緒に来るんだ。あ、レベルを上げるために必要な、必要な、君は必要な存在なの。よし、経験値ゲットだ。死んでる。やっぱさすがにちょっとあれか、ちょっとここで夜が明けるのを待つか。お、食い物か。まあ珍しいものがあるわけでもなく、うん、どっちから来たんだ。この辺目指してみるか。いや、この辺来たことあるよな。多分ね、この辺来たことあるんだよな。
そう、なんか十字キーが。キャプペン、キャプペンいいね。これ目指すか。よし、旅立とう。行くぞ。ライド。ちょっと待って。よし、暗い、暗すぎるぜ。どっちだ、こっちか。まあ、進むか、ひとまず。見たことないやつがいれば。お、料理でも活動してるんだな。こいつら捕まえれるでしょ。一撃だった。最悪。一撃だった。しかもベリーの実。お、海辺が。ネムラムもどうなんだろうな。いっぱいいた。あ、パールスフィア。ゲッツ。おー、おー、なんだあれ。すげえ、古代の。スフィア、嬉しい。ちょ、暗いと。ホークアイ。スタックしてる。12バーか。無理だろうな。角紙がドカ食いしているようです。よっしゃー、卵があるね。湿った卵。ここはなんかあったかいところか。おお、なんか秋の景色が。乗せてくれ。セーブポイントというか、これ結構ファストトラベルポイントが多くていいですね。ああ、ああ、なんてことすんだよ、なんてことすんのよ。宝箱発見。結構来たな。まあもうちょっと最初の方はかなりビクビクしながら進んできたけど、もう今となってはちょっと慣れてきたもんよ。こう勝手が分かってくるとやっぱちょっとこうあれだよね、思い切りの100体もいるっつったから、結構移動すれば見たことないやつが見れるんかなと思ったけど、なんかそういうわけでもないしね。ここまで遠出してきても似たような、どこでも見るようなパルが多くて、
まあその代わり結局あれだもんな、スタート地点が自由に決められるからその辺はって感じなのかな。目指すか上。お、キノコあるやん、取っていこう。家の近くじゃキノコはないからな。レイ、お、やったぜ。お、宝箱か、あれ。あの輝きは風立ちの丘。これ上にペンギンいるんかな、そんな気がする。上にいそうだな。よっしゃー、ちょペンギン見ていくか。先っぽは気になるな、あれ。さて、キャッペン15いけるのか。こっちじゃねえか。15レベルならなんとかって感じか。やっぱスタミナっているよな。スタミナっているよな。ダンジョンいけるか、15レベル。体力は、みんなの体力はどうだ。回復してきてる。行くか。あ、これいきなりボス戦だっけ。あ、そっか、いきなりボス戦か。ボルトラがかなり効いてくる気がする。ボルトラの引っ込める位置を間違えるとやばい。わあ、ボルトはどこ。あれ、え、嘘でしょ。やばいやばいやばい、ルパンセ。あー、倒しちゃったよ、最悪。だ、嘘でしょ。ああ、最悪最悪。うわー、マジか。ちょっと待て。ああ、お前ら嘘だろ。なんで。あ、でも倒した時点で仲間になるのも。キャッペン連れていくわ。おめえ、瀕死。弱すぎるんだって。
ちょっと休憩しといてくれ。俺行ってくっから。最悪だ。何もないよ。わあ、インゴットねえんだ。うーわ、マジか。またボス戦になるんかな。落とし物を取りに行かなければ。でかっ。あれ、弓は弓。あ、いや、あった。147本はいる。3連弓。いや、その火の弓とかがいるんかな。最悪だ。勇敢なる海の戦士ってなんだろう。あ、炎属性の。衰弱してるやん。ちょっと待って、なんでな、スタックしてるんかな。ちょっと強くないとな、レベル中。やっぱスタミナがないと。ボス戦はうまくいったけど、やっぱ許してはもらえんかったか。よしと、仕方がねえ。いや、防具いるよな、いるよな、どう考えても。最悪を想定してバットを持っていこう。乗り込むぞ。よし、なるほど。ボーガンはセットしなきゃいけないけど、弓はセットしなくていいから。パールを強化するキャッペン。あっか、全て失ったんだった。よし、行くぞ。あー、パール、まあいいや、スフィアもないのか。よし、出発する。どこだ、あれ、どこだっけ、あれ、
あれ、キャプテンの、キャプテンのとこね、キャプテンのとこで。よし。あ、ちゃんと、マーカーあるのありがたいわ。俺に取り戻せるのか。俺に栄光を取り戻せるのか。まあでも洞窟、すぐなのありがたいわな。よし、帰ってきたぞ。あ、マジで。え、そうなの？ありがたい。何それ。このゲーム優しすぎるやろ。嘘でしょ。バットな、バットめっちゃあるし。いや、ちょっとクロスボウやめとこ。このゲームマジか。いいんですか。いや、なんか、なんだろうな、すごいよな、こういうところ。ビビったわ。挑戦するわ、せっかくなんで。いや、そうと分かれば、そうと分かれば、いや、このゲームすごいな。あ、いないんだ、ボス。一回きりなんだ。俺ここまで取りに来ないかん、いかんケースのやつやと思ってたわ。いやー、すげえな、このゲーム。油断してた。このゲーム油断してたわ。そういうめんどくささが本当にそぎ取られてんだな。いや、だからこれ何も知らないからまた面白いんだよな。マジかー。よっしゃ、進むぞ、みんな。次はね、ちょっともっとこっちの方に。誰だ、腹減ったの。パン。ペンを連れてくる必要性が。どっち、こっちか。全然逆じゃん。ん、こっちか。まあいいや。エクソ、乗せてくれ。ライドオンジャイ。高い。降りるかな。いやー、すげーいいゲーム、マジで。そりゃあね、言いたいことも確かにある。だがしかし、どうしようかな、拠点をそろそろ作りたいっていう部分もある。拠点作りたいな、どっか。ミルフィ登ってみるか。登ってみるかい。登ってみるのかい。いけるか。必殺の二段ジャンプで強引に登れるっていうところも素晴らしい。こっち行こう。ね、馬に乗ったまま物が拾えるっていうのもウィッチャーとかもそうだけど、この煩わしさってゲーム的にはね。じゃあリアルで考えたらそれは降りれなきゃダメなんだけど、じゃあいざそのゲームにした時にそのめんどくささっていうものがやっぱ、いや、もうなんかシンプルにそっち選ぶんだみたいな。いいね。食パン、嬉しい。ファルボール投げまくって卵がある。でも卵を
けえな。登れるのか俺に。どこか。風立ちの丘っていうのは一応やっぱ全部拠点関係なのかな。いやーこれ無理だな。いや無理。いやこれ無理か、これ無理か。ワンチャン、ワンチャンギリスタミナ足りず、ここで一休みできればって感じか。ダメか、登りてえな。無理か。気になる。諦めよう。おーい、こっち。よし、こっち進む。お、エテッパ久しぶり見たの。おお、いや何あれ、なんだあれ。いやす、あ、なんかのろし上がってんな。いやこの世界観よ、世界中みたいなのがある。ここはなかなかどうして拠点には迷うな。拠点に良さそうなところは結構あるんだよな、魅力的な場所が。あ、パチクリ初めて見た。私の弓は弱すぎる。ダメだ。せっかくだからエテッパもいただく。よっしゃ、よし。そして奴らを倒しに行く。なんかこの辺争っとるな。いいね。これには参戦しない。 見守る。さあ戦闘始めろ。戦うんだ。おひゃ、いいね。漁夫の利を得る。漁夫る。どうしてこうなった。取れるまま取っていけ。よいしょ、ルーキーか。さすがに銃は拾わんのかな。
全滅させてやるぜ。ぶっ放せ。あ、そういう感じなんだ。あ、そういうこと？そういう感じなんだ。マジか。想像と違った。夜か。早期市の大橋、想像と違った。この先に一体何があるんだ、気になるぜ。だが俺はまだこの先に行く前の攻略が必要だ。で、ここにアズレーンがいて、ここまで行ったことあるのか。この辺ないんかな。お、宝箱発見。夜になると宝箱発見しやすい。帰ろう。まさかこううまくいくとは思わなかった。一旦帰って立て直そう。よし、みんな帰ったぞ、帰ったぞ。入れる場所なさすぎて。スフィはやっぱさすがに自分で集めなきゃいけないってことか。なんかテクノロジー上げれんのかな。復活した。よし、復活した。キャプテンが破滅願望、破滅願望。キャプテンが役に立つかっていうのは微妙なとこ。ああ、じゃあ、間違っちゃった。産地が減りやすい。参ってるじゃないか。やべえな、破滅かも。キャプテンスライディング。いや、レベル上げときたいの、上げときたいんだよな。硬い皮膚、ビビリ、うぬぼれや。
どっちかは連れて行ってやりたい。どうしようかな。まあライドできないんだったらな、ボルトラ連れていくか。こいつのがちょっとなんか見た目的にも頼りになる。寝るか。よいしょ、空腹。全部でもマジか。はみ出てる。え、お前まさかベッドないんか。あ、ベッドいらんのかな、兵士って。兵士ってベッドいらんのか。いやでもベッド使ってるもんな。立ったまま寝るんだよな鳥は。いやスタミナだと思うよ、スタミナだと思うよ。できてる。よし、これ一回作ったやつなのになんでこんななるんかな。二人分ってことか、これもしかして。ちょっと待って、俺重大なことに気づいたんだけど、嘘でしょ。いや大丈夫よな、レベル上がるか。ちょっと寝るか。寝てちょっともうちょい拠点行って、素材も足りないしな。寝るぜ。よし、そしてちょっと進んであれするわ。もうちょい進んで終わりにする。小麦農園、小麦農園ちょ、あ、パチグリ捕まえたかったな。あ、バリア作れるか。メガシールド2、メガグライダー。お、石、氷のクーラー、ロケラン、ペンタマロケラン、ブルフェルノ、いいね。サドルか。こ、開けれるんかな、まだか。うわー、どうしよう。ロック、あ、やったろ。そっか、そっか。でこれ作るでしょう。うわ、グリップガン、なんだこれ。うん、おお、なにこれ、合成。
うわ、古代の部品。どこに、ちょっと分かりやすいとこ置いとこう。ここに置いとくわ。ああ、どうしよっかな。なんかね、気になる卵あるんよな。やべ、できることが増えて、いや、これやべ、できること増えていくってやばいよな。ゴツゴツ平凡暗黒、ビリビリ玉でしょ。6分それでは我々はさらなるさらなるね拠点へ。何もアクセサリー作ってないかな。出発しよう、出発することとする。ここ行ったもんな。よし、パルスフィアがないのはちょっと気になるけど、ああちょっと待って、パルスフィアがないはちょっと気がかりだけど、ミルカルピも見たことがないやつが。どうしようかな、下の方に進んでいこうか。うわっ、あれはルミカイトは見たことあるよな。うわー、レベル16、見たことない。メリーポップ、犬か。ゴホダメだな。あ、牛だ、牛。うわ、牛だ。頼む。よし、来たこれ。やったー。来るんけ？来るんか？牛だ。生きてる？生きてる。オッケー。44%。よし。トラブルはあったものの順調順調。もうこっちのパルスフィアじゃ、わっ、セーブポイント探検するぞ。やっぱ索敵ガガリア、ホークイーンがやっぱりいい気がする。小回りは効かんけど。あ、か、銀の鍵ってなんだ、初めて。お、なんだあれ。あ、パルスフィア、メガスフィア落ちてんだ。銀の、いよいよか、これもしかして。銀の鍵、いよいよ。これはいよいよ、未知の場所に入ってきてる感じか？索敵してくれ、ホークイーン。ん？ちょっと強い気もする、なんか。勝負しろ。
多分無理か。いけるなら御の字よ。うわあ、ジャック、なんてことすんだよ。あーだ、ごめん。お、なんか撃ってきた。お、ミルク。パンを食う。よくやったホークイーン。こっちか。何も捉えられなかった。まあ、ひとまずここまで来れたということをよしとしておこう。解放。まあ、もうメガスフィア安定ってことか。辻斬り、麦ってどこにあるんだ。その髪来い。剣豪の領域。さらにこれはいけるのか、泳いでいけるかっていうのもね、ちょっとあっちから回っていくか。お、なんか飛んでるやつがいるな。戦ってんのか。カバネドリ、あっち行けんのかな。お、なんか竜みたいなやつがいる。それわからんのよな。ちょ、ワンチャン行ってみるか。あ、お、いけるな。いけるよ。よっしゃ、なに、いける。お、なんかいる。スプラトン。おお、なんかシーペント、こいつを倒せば。何してんの、なんで戦ってんのよ。やっべ、こういう時にキャプテン頼むぞ。降りる。全てを失った。オラオラ系。進むしかねえな。
進むしかねえよ。お、お、あれはラプラドン。やべえな、珍しいやつ。ちょっとレベルが高くて見たことがないやつらが。ガウルフ、なんだこれ。なんとかの弾か。この辺は物騒なのか。これどの距離まで詰めたらこっちが見えちゃうんかな。近づきすぎるのも。メガスフィゲット、よし。わあ、まだあっちもあるんだ。目指そう。もうメガスフィアめっちゃ落ちてるやん。いいね。わあ、すげえ、すごい。おお、いやー、なるほど。あった、大丈夫そう。大丈夫そう。うわ、ペコドンやん。久しぶり見たな。強っ、このモコロン。あ、そっか、レベルが高い。あれ？こっちか。あいつら気になるな。久しぶり見たな。だ。死んじゃったか。お、めちゃくちゃ。頼む。ダメか。強えな。頼りになるぜ。モコロンチャレンジする？レベルの高い。10%。そっか。よし、ダイエットマスター。そっか、ステータス系も変わってくるってことか。
おお、自分で勝手に。え、そうなの？勝手にやるんだ。いや、勝手にやるんだ、初めて見た。よし、まあ何体か捕まえることができて、新しい土地にも、いやー、なんかまだいいね。消しとこう、これ。よいしょっと。うわー、結構広がってきた。おっしゃー、部下完了。お、神、神ならし。あ、そっか、こっちからも卵セットだけ。神ならし。おお、エアーキャノン。発電。いや、牛いいね。結構ご飯食べるんだ、ミルカルビ。カモノスケ。カバネドリ。ドラゴンキラー。モコロン。キツネビをちょっと変えるか。火のタスク。防衛のこと考えたら、こいつ置いといた方がいいかな。いや、エテッパ仕事するな。よし。わあ、ホットミルク作れるんだ。特にいらんけど、ちょっと作っとこう。多分いつか役に立つはず。ちょっとまた素材が圧倒的に足りんな。これ何？ハンドガン、粗悪な弾丸、ハンドガンでしょ。インゴット、いや待て、ちょっと待て、作らないかんものがあるはず。足りねえ。あ、こっち作った方がいいか。
ちょっと待って、パルスフィアないやん。よし、向かい撃つぞ。引っかかってくれっかな。そこ通るんかい。しょうがねえ。来い。みんなよくやった。よくやったんや。大丈夫か？怪我人はいないか？この扉意味ないんだな。ちょっとがっかりだなこれ。じゃあ開けとけってことか。むしろ開けとけってことかこれ。あ、じゃあ小麦がないんよ。マジの話。あれ？ん？誰かやられたのか？やられた？あれ？何？誰かやられた？やられたのか？みんな、おい、誰が、仲間が一人いなくなったぞ。やられたのか？俺は誰連れてた？あれ？誰連れてたんだっけ？記憶が。あれ？いや、5人よね。あ、違う違う違う。びっくりした。パルをドロップするってそういう意味か。完了。ミルカイト。破滅願望終わってんな。うわ、ミルカルビステーキうまそう。よし、あ、ちょっと待って、ステータスいかこのままで。よっしゃ、何が作れるようになった。配合牧場セメント、嘘でしょ。ないんだけど、あれが小麦。これはね、あ、これパルを確保したら、そういうことか。おお、ギガスフィア。小麦ってどこで手に入るんかな。よし、まあそういうわけで、セーブじゃい。じゃあ、
やー、結構やったと思ったけど、まだ1時間20分ぐらいか。まあというわけでね、今回はこの辺にしたいと思います。いろんな出来事があって結構遊んだ気がしたんだけど、そうでもなかった。それではまた皆さん見てくださいね。というわけでね、登録とかフォローとかもね、よろしくお願いします。というわけで寝ますわ。さよなら。